はい、再開ということで。さあ、やっていこう。スノー実況パート5です。どうも、新しいです。メイコとか言ったな。メイコとか言ったな。メイコ様と呼べ。うるせえ。うるせえ、メイコ様。大切なことを教えてやったんだぞ。なんだその態度は。うるせえ。スノー通算2回目の選択肢。メイコ様。確かに知らなかったか。子供は何事もなくあいつそこそこった。ここは一つ言うことを聞いておくか。メイコ様。貴様は今から下僕だ。うるせえ。腰を揉め。いいんですか。揉ませていただきますよ。下僕だからだ。もう揉ませていきます。前からでいいですか。前からでいいですか。これ。じゃあちょっとだけ鼻の下伸ばしつつもみますけど、そしたら。そうでなくて。ほれほれ。もめ。遠慮はいらんぞ。もみましょう。じゃあちょっとだけ、そっと腰をも。メイコ、お芋どこ？問題のシーン。腰？助けてくれ、スミノ。カナタさんが、カナタさんが。え？ちゃんはどうかしたの？いきなりこう下半身に手を。電車ごっこをしようと言って聞かないんだ。何それ。そうなんだ。電車ごっこ、ごめんね、かなたちゃん。メイコもお菓子作る要因になっているから。電車ごっこは今度でいいかな。こういうイメージ。というかやらないし。なんだよ。からかいがいがあるな。ないです。でもさんとか言われてるようなちょっと立場上の状況で、多分年下なんだろうこいつらにからかわれてるってのは悪くねえとは。はい、お待たせ。年上にからかわれるのは嫌だけど、年下にからかわれるのはある。できたよ、かなたちゃん。謎のプライドができたぞ。おう、気がつけば甘くていい匂いが店内に充満していた。何を作ってくれたんだろう。かなたちゃん、天気がいいからお外で食べよう。何の記憶もないな。何だろう、あんまんじゃね。ねえ、だからお外で食べるよ。何を。ベンチ出すよ。多少スミノはちょっと頭が弱そうな感じがしますね。ありがとうだよ。こんなキャラになんかこう全然リアリティがないから。じゃあ並べるわよ。そらメイコの方に行きますわ。気持ちが多少どんだけなんかいい子でもな。するのが焼き芋だ。いい匂いがしている。紫色のがあるぞ。それ私が作ったの。紫色の紅芋まんなの。紅芋まん。ああ、あんまん作ってたのか。じゃあ私の紅芋まんから食べて。難しいぞ結構。紫色にするの。熱いから気をつけて。皮だけこうあれして中を。なんかあれでしょ、さつまいもなんで。そういう感じだね。初めて食ったけど、うん、まー。わーい、嬉しいよ。喋り方がちょっとアホっぽいのは。食べるよ。おいしい。この CG いいですね。これを使っていこう。これをサムネに使っていこう。ただアザラシもどっかに出していこう。アザラシだね、アザラシだね。このあんこをどうしよう、こういうのけよう。これサムネにします。はい、サムネポイントを探していく。わあ、美味しいよ。どうしよう、お母さん。つららすげえな。さすが雪国。初めて作ったのにうまくできてるじゃない。うむ、うまい。うむ、うまい。どうしよう、かなたちゃん。え、何が。私紅芋まん職人としてデビューしたら。でもさ、雪が降る地方かな。必ずしもいつも雪があるとは限らないよな。
まあそうなのかも、どうなんだろう。あの北陸とか住んだことないから分からんけど、お絵描きもしたいのに。あのね、晴れてる時もそうだけど、雪ってのは要は雨が雪になってるわけだから、その時はこの芋まんの表面に食紅で絵を描けばいい。そんなに雨ずっと降ってる地域ってないじゃん、特に冬ってさ。そっか、当然のことだから。その手があったよね。海の蒸発量も下がるからさ、海とかの蒸発量も下がるから、ね、空気中への湿度は高くないわけで、そういう状況で雨が降るっていうのは、夏よりは雨降りにくいよね。まあ地理的な知識でいくと、こう山があって、かなたさんは夢はないか、山があって山に雲が、雲に見え、雲が来ると、雲がこう行くと、ここで雲がぶつかった時に雲が上がっていくでしょ。これ山とするね。白で消そう、白で消そう。まあこれそうだな、四国山脈とか、四国山脈、中国山脈とか、あとはまああの日本で言ったら、日本で言ったらこういう日本の絵をイメージするとだな、この辺に山脈走ってるよな、あとこの辺にも山脈走ってる。だからこの山脈を、山をこういうイメージで、これは日本ね、山この辺とかこの辺のイメージで持って、この辺りのイメージで、この辺りのイメージを持ってよ、この辺りがこういう風に横、上から見るとこうだけど、断面にするとこうするイメージだと、雲がこう来てここで上がっていくと、上がるときに気圧の関係で、飽和水蒸気圧ってあるじゃん、気圧が上がると水がそれ以上維持できなくなるから、ここで雨が降るんですね。雨が降る、この雨が雪になるっていうことを考えたら、こっちから風が吹き込んでいるときならここら辺で雪が降るわけですけど、まあでもね、冬だからね、そうそう雨を降らんとは思うけどね。これがあの雨が降るバイオリズムなんですね。そしてこっちに降りてきた雲は乾燥してるから、雲というか風になって暑くなる、こう上がるに従って温度が下がっていく、そして下がると同時に温度が上がっていく、この辺はフェーン現象が起こるんですね。指示です、覚えておきましょう。だからね、こっち側は雪が降るんだけど、こっち側は雪が降らない、宮城とか盛岡とかが雪が降らないのはそういう仕組みなんですね。フェーンがフェーンに読めないねでした。はい、何が言いたいんだったっけ。大人ぶりやがって。大人普通あるだろ、夢の100や200、夢ブルーハーツで夢、あれもしたい、これもしたい、全然歌のなんかリズムが取れんかった今、あれもしたい、これもしたい、違うな、あれ難しい、隅のもっとしたい、もっともっとしたいじゃ、あれ、うん、俺には夢がある、収入が不安定な男はやめておくんだぞ、叶えきれない、俺には夢がある、毎日怯えてる、貴様の棺桶を作ることだなんでやねん、冗談冗談、メイコかわいいな。私の夢はそうだな、世界崩壊、世界崩壊、確かね、ドリキャス版ではね、メイコ攻略できないんですね、悔しいけど。アグレッシブだわ、アグレッシブだわ、攻撃的っていうな、冗談冗談、メイコ攻略できないんですね、残念。ああ、やっぱ俺こういう実況スタンスだわ、うん、こういう実況スタンスでやっていくしかないわ。だからこうやって出しながら時々どう、時々こうやって出しながら書いたりしたものをこう、書いたりしたものを見せながら、そんな実況スタイルにしていきましょう。こういう顔したような気がする、こういう顔をしたい
ような印象がある、持ってる。これなんかあのジャングルはいつも晴れのちはグー的な顔をしたことがした印象があるんだよな、メイコって。下手くそか、絵が下手くそか。行こう。かなたちゃん、もっと食べて。よし。おいしいね。もっとうまく描きたいな。せめてもうちょっとうまく。続いてメイクが作った芋羊羹を食べてみた。これも非常に美味で、非常に上品な味で抹茶とか飲みたくなる。芋羊羹好きなんです俺。あとは定番の石焼き芋だった。比較的穏やかな冬の屋外、寒いがそれでも食べる芋菓子はどれもうまくて、これあれだ、本当に芋まんだな。さて私はそろそろ帰るな。帰るな。一通り芋菓子を食い尽くし落ち着いた頃、メイコがベンチから立ち上がってそう言った。帰っちゃうの？ああ、小児科の手伝いをしなければいけないんだ。すごいな、ナースなのかな。こいつがか。こいつは何気にあれなのか。同級生とか言っとったけど、学生ではないのか。メイコのお父さんはね、この村一番の名医なんだよ。まあ、この村にそもそも医者がいなさそうだけど。その上、良心的なのよね、メイコちゃんとこの診療所。お金って、そんなに自分好きに設定できたんだっけ。板切りの人とかの定期検診なんか、ほとんどボランティアでやってるもんね。偉い。お金があろうがなかろうがその人を助けなくてはならないからな。まあそういうあれだよな、あの医療従事者ってのは金目的に走っちゃいかんちゅう。そうそう、お金で思い出したけど、メイコちゃん、はいはい、昨日5000円分の駄菓子を買っていったけど全部食べちゃったの？そうだったよ、まんまで買い占められちゃったよ。ああ、実はあれ、通院や入院している小さな子供にあげるんです。え？これはあれだな、回収できないパターン。え？嫌がる注射のご褒美とか苦い薬の後にあげたりするとすぐに泣き止んで子供の親が喜ぶから。うん、これは回収できないパターン。それは確かに、お母さん大助かりだわね。なるほど。あんまり会話に参加してないな、主人公が。だからって景気いいわね、メイコちゃんのお小遣いなんでしょ？いいえ、拾ったんです。絶対こいつ怪しいもんな。なぜなら診断したから、死亡診断したから。正しくは死人になる予定だった人のものなんですけど。窃盗ですね、まさか。それが貧乏人で、レンタルビデオカードとほらこの顔した、財布に5000円しか入ってないでやんの。やんの。晴れのちグーの顔した。はっはっは。そう。おお、俺の財布かつり。勘違いするな、落石現場に落ちていたのを拾ったのだ。はい、でもどうせ死人のだしって思って。勝手に使ったっつんだよ。子供たちのためだ。これはしょうがないな、しょうがなくないけどな。カナタちゃん、落ち着いて。そうよ、子供のため、子供のため。子供のためといえば全てが許されると思ったら大間違いだからな。ん？そんなに怒るに怒らないことにつかな。はっはっは、生き返るとは思わなかったからな。人助け人助け。あー、俺これ今横でさ書いてんだけどさ、横で書いてんだけどさ、やっぱあまりうまく描けないですよ。俺の画力が下手くそなのってのもあるんだけど。そう泣くな、ほら財布とカード類は返すから。まあそれだけでなんかいいな、5000円ぐらいだったらな。まあな、これから稼ぐしな、バイトでな。ち
ちょっと過去として失敗。ここがどうなってるのかよくわかんねえ。ちょっと顔も丸くなりすぎたな。口も吐きながらやるな。カブロンドしたくなっちゃう。カナタちゃん泣かないの。ほらね、財布帰ってきたよ。グスグス。それじゃあ私はこれで5000円ぐらいやろうね、うん、男は5000円ぐらい別に。今日はありがとうだよ。ね、気をつけてね。別に5000円ぐらい大したこと、はい、大した関係ない。カナタさんもまた。今変な声だったな。ちょっと前から遠いような声だったな。行っちゃった。はあ、俺の全財産か。雰囲気で事前事業に使われていたとは。さて、じゃあ私も仕事。ハートをさ、毎回こう4個みたいにしてさ、怒ったことをさ、財布がみたいな。4コマみたいにして次回のあらすじみたいにしたい。めんどくせえわ。元気出してね。あ、でもそれ面白いかもな。あの20分ぐらいの実況中に次回のあらすじに使う漫画を書いておくという。かなたちゃん、面白い企画かもしれない。は残念だったけど、問題は俺の画力がついていってないってことだ。ただそれだけだな。今日はかなたちゃんの会期祝いだから。はい、会期祝い。ああ、そういやそうだったな。何か嬉しいことと悲しいことが一度ずつに訪れた日だ。かなたちゃん、今日は？な、今なんて言った？かなたちゃん、今そう他のお手伝いしてるの？してます。そうだよ。今日は？今日は休み。明日も休み。明日は？明日はその手伝いだな。初日。あれ？そうだっけ？2日連続休みじゃなかったっけ？また、お休みになる日があるの？土日は休みですね。住みのは？私は今は学園が冬休みだから。こいつらまだ休みなのか。でもうちは毎年春頃まで休みなんだよ。万年雪って言っても春は雪が溶けるのか。雪国は遅いんだな。でもね、全然雪解けないんだよ。うん、ダメじゃんそれ。でもこれ以上休んでられないから、もっとこれ出していかないと。春に修行。すっかりまだ忘れちゃう。それじゃ進級と同時じゃないか。そうなんだよ。でもそんな時期まで休みだなんて羨ましいな。毎日ちゃんと宿題してるよ。たくさん出されるもん。そうなのか。それはそれで嫌だな。宿題とかで己の貴重な時間を潰されたけど、潰されるだけは二度とごめんだからな。このカナタは何歳なの？帰っちゃうの？あ、日も暮れてきたし、明日の初仕事に備えて体休めておかなくちゃいけないし、大学生じゃなさそうだ。高卒でもフリーターみたいな感じの設定でいいのかな。上手にできてよかったよ。5000円しか持ってないことを考えても、うん、ろくな男ではなさそうだ。スミド、その男からは距離を置いた方がいい。スミノ。てん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 。台車。雪を巻き込み、思うように前に進んでくれない台車なんて。車の音だ。こちらに向かって走ってくる。すげえ音。すげえ音どころじゃねえ。前のボンネットから煙があふれ、シューシュー音を立てている。うん。お？あっつつつつ。いやー、参った。またやっちゃったな。こういう感じで出てくる男には警戒してしまうな。つい。いやいやいや。警戒しなくて良さそうな見た目だった。この人は信用できますね。そんな気がします。ん？おや。君は信用できる気がするけど、わからんな。通りすがりのものですけど。そうかい。いや、参ったよ。急に鹿が飛び出してきちゃってね。鹿か。慌てて避けたらこの有様だよ。
参った参った。このありさまって言ったの。このありさまでは。あ、大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。この通り怪我はしてないようだし。まあ、確かにしてなさそうですけど。はあ。男は車に乗り込みエンジンをかけた。もうエンジンかかった。どうやら思ってるダメージは少ないみたいだ。それじゃ気をつけて。ああ君。はい。君の家この近くかい。よかったら送っていくよ。危険すぎる。なんか何ついでだ。ついでと言ってもな、さっきあの車ぶつけた人の車にはもう一回乗りたくないでしょ。今私が来た道？旅館ですね。おかしいな。この先は温泉旅館とお年寄りの家しかないはずだな。よく熟知しているね。これ温泉旅館に住んでるんですよ。いとこがそこにいて自分はバイトに来たんです。タバコ。君、まさかカナタ君かい？名前を呼んでくれるな。医者、俺の名前を知っている。まさかメイコの父親代わりの人。君か。あんたですか。生き返ったのは。勝手に人を殺した娘の親は。いやー聴診器。笑い事じゃないですよ。自己紹介が遅れたね。私は立花誠志郎。この村で医者をしているんだ。もう娘に会ったのかね。ええー、まあそうかいそうかい。どうだい、うちの娘は可愛かろう。確かに可愛さだけなら団地だ。とにかく乗りたまえ団地だ。さあさあ、いいんですか。今来た道を戻ることになりますよ。構わないよ。じゃあちょっと待っててください。台車を置いてきた場所まで。いやー、お使いだったのかね。この雪じゃ台車は辛いだろう。まあ辛かったですけども、動かないですね。よし、待ちたまえよ。待ちたまえよ。あ、時間が全然切れ目がね。まあいいや、このまま進めていこうか。さ、乗りたまえ。この日はもうあとないでしょ、そんなに何か。俺は助手席のドアを開け乗り込む。あ、出発。はい、どこかで油断しないと。ちょっと頭おかしい。バックすよ、バックのままっすよ。安心したまえ。俺でも運転には自信があるんだ。そういう問題じゃなくて助けて。あた。はい、到着。つー、フロントガラス思いっきり頭を打ったぞ。フロントガラスになるか。こう車がさ、後ろ向きに走ってたらさ、急に止まるとフロントガラスで頭打つかな。下に打つかな。かなたちゃんに。立花先生。つぐみさんは何だろう、立花先生に惚れてそう。いや、つぐみさん。あらあら、立花誠志郎の方がつぐみさんに惚れてるのか。もしかして、かなたちゃん今いい声をした。あのランマ2分の1で大丈夫かい。気分悪い。一体どうしたの。山道の道路で大木にぶつかってしまってね。あらあら、あらあら。その時偶然彼が通りかかってね。あら、そうだったの。まあおかげでひどい目に遭ってしまったが、俺は開けてくれたトランクから折りたたまれた台車を出した。いや、しかし驚いたね。本当に彼が生き返るとは。私もびっくり。何この微妙な二人は。では私はこれで。あ、すみません、わざわざ送ってもらって。誠志郎さん、運転気をつけてくださいね。まったく大丈夫だよ。
免許取り上げた方が良いのでは。まあ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 、90年代の、90年代のアニメとかにはありがちなキャラだ。私たちがいつまでも見送ってるからかもしれないわ。90年代のアニメとかにはありがちなキャラだきっと。そうね、現代ではあまり起きないかもしれないけど、ガシャンガシャンガシャンとか言いながらこう帰っていく90年代のアニメとかにありがち。もういいや、言わないようにしよう。お疲れ様。ああもう使わんぞ。晩ご飯の支度もうちょっとかかるんだけど。ああいいよ、先に風呂にするよ。そうしてくれると助かるわ。んじゃ、なんか露天風呂でイベントありそうな気がしない？じゃあここで一旦止めておきます。ほなまた次回パートで。次何歩だ、まあいいか、次回パートで。ほなまた。